戦後歌舞伎界は暗雲に覆われる。占領軍によって時代劇は封建的な思想の温床であり、暴力や復讐を招くとして映画や芝居での上演が禁止されたのである。この歌舞伎そのものの存続の危機に救いの手が現れる。ダグラス・マッカーサーの副官フォビアン・バワーズだった。バワーズは歌舞伎は日本の文化との理解を示し、上演を許可し、合わせて封建的な歌舞伎界の改善策として若手の起用を促すのだった。こうして戦後歌舞伎は再開される。松竹はバワーズの尽力に応えるため若手の起用を決断。その第一回に選ばれたのが昭和21年6月海老蔵の助六だった。だがこの時誰もが予期しなかったことが起こる。それは一人の歌舞伎役者市川海老蔵がその自らの大輪の花を花開かせる瞬間だった。それまでためにためていたものが一瞬のうちに輝き始めたのである。あの舞台あたりがそれまでためてたのがバーッと開いたきっかけではないかと思いますね。海老蔵ブームの発端はね。こうして戦後輝き始めた海老蔵。その彼の人気を不動にしたのは昭和26年3月の新作歌舞伎源氏物語である。海老蔵はこの舞台で恋多き貴公子光の君を演じ、客席からため息を誘うのだった。海老蔵は幼くして母を失う光の君と7歳で母壽衛を失った自分をダブらせていたに違いない。あそこでまあ一挙にあの女性ファンが増える、あるいはあの歌舞伎という古典芸能に馴染まない人もそういう新しい物語によってあの歌舞伎に足を運ぶようになったっていうか、当時の僕らが持ってたイメージで言うと切ってはめたように光る君でしたよね。こうして海老様ブームが沸き起こる。皆さんお富お久しぶりだな。与三郎だ。お主は俺を見忘れたか。その頃相変わらず海老蔵につけられるのは不器用という言葉だった。だがそれは大根役者の不器用さでなく演技を大きく見せる不器用さだった。不器用さを魅力に変えたもの、それが役者の花というものであった。松緑さんよくそれを言ってましたよね。もう何しろ兄貴にはかなわねえよって言って、俺たちが何か散々やっても兄貴に出て一つ睨まれればみんなそっちに目がいっちゃうんだから、花ってなおっかないもんだね。松緑さんよくね、一杯やるとそういう話をしておられましたよ。名優九代目團十郎が逝去してから海老蔵の行くところをカメラが追いかけるようになる。そんなマスコミの最大の関心事は彼が40を過ぎてもまだ独身であることだった。昭和28年、そんな海老蔵が思わぬ発表をする。実は彼にはすでに内縁の妻子があり、近く正式に結婚するというのである。女性の名は千代。海老蔵が胸を病んで療養していた時、親身になって世話してくれた行儀見習いのあの千代だった。彼の結婚はさまざまな論議を呼び、特に千代の存在を隠していたことが物議を醸し出した。そんな中海老蔵は兄弟たちを集め質素な披露宴を行っている。演技に不器用な彼は生き方までもどこか不器用であった。その披露宴の日、息子の夏男にはこんな思い出がある。母親がね、きちんと綺麗な格好をしているんで、どこへ行くのって聞いたら、お嫁に行くのと言われて、お嫁に行っちゃやだと言って、泣いた、だだをこねたという思い出はありますけども。家族4人でひっそりと暮らしていた頃を後に千代はこう回想している。これは戦後間もなく世田谷の野沢で一間暮らしをしていた頃のことです。ちょうど
名与岳の初演の時だったと存じますが、初日を前にして主人はセリフを覚えるのに大変苦労しておりました。私は子供を抱えて他に行く部屋もなく、仕方がないので一日中外へ出ていたものです。ちょうど雪の降っている寒い日でした。行くべき暖かい日のあるところもなく、つくづくこんなことが長く続くのでは大変になると心の中で心配していたものでした。一世を風靡していた花形役者海老蔵、その家族が雪の中で震えていたという光景は悲しい。そしてそんな家族を公表できず、一人部屋でセリフを覚える海老蔵はもっと悲しかったに違いない。生きるのに不器用な海老蔵だった。そんな海老蔵が妻子を公表して間もない昭和28年10月、海老蔵は彼の長男夏男に初舞台を踏ませている。今の十二代目市川團十郎である。この頃から海老蔵一家の姿が雑誌などの紙面を賑わすようになる。家族と一緒に写る海老蔵、その彼の顔には家族を公表できた嬉しさがにじみ出ているかのようだ。昭和31年2月1日、市川宗家を継いでいた市川三笑がこの世を去った。31歳の初舞台という遅咲きのため未完のままに終わった三笑、しかしながら九代目の娘婿として市川宗家を守った功績はまた大きかった。後継者となった海老蔵はその三笑に十代目團十郎を追贈した。十代目團十郎が一度もその名で舞台に上がることがなかったのはこのためである。十一代目團十郎襲名、海老蔵にそんな声がかかるようになる。だがそんな声にまだまだ勉強と彼は襲名については固くなに拒み続けるのだった。そんな中、再び海老蔵の不器用さが顔を出す。おさらぎ次郎作大仏炎上の稽古初日、海老蔵は突然出演辞退を申し出たのである。すでに大仏炎上は広告も前売りも始まっており、その段階での公演中止は興行界の常識を逸した出来事だった。おさらぎ次郎はその日のことをこう記している。私は腹を立ててはいない、ただ驚き呆れていた。セリフを覚えてしまった他の俳優のみならず、舞台の内外の人々の被る迷惑を彼は無視する態度である。そんなおさらぎの言葉を知った海老蔵はこんな言葉を漏らしている。おさらぎ先生は役者を土偶と思っていらっしゃる。團十郎さんがあれ自分で自信がなかったんですね。あの重衡、平の重衡、南斗炎上の大仏を焼いた張本人を演ずるのにね、やっぱりそういう役者のどっかそこにある自信がないから、まあこれはやめとこうっていうことになっちゃう。そういうような、それがわがままって、まあ取っちゃえばそれなんですけれどもね、ある意味では誠実さが原因ではなかったかっていうふうに思いますね。自分にも他人にも誠実に生きようとする、それが海老蔵という人間の不器用な生き方だった。その後の何かその影響まで分かった上でなお断らざるを得ないという、だから断る方も辛かったのかもしれませんよね、ひょっとするとね。これ筒井さんどういうふうに思われますか。だから一般的にね、あのいい役だと思われてたり大役だと思われてても役者がどうしても嫌だというのはありますよね。これはこの役だけはというのは、その辺はちょっと僕は分かりますね、なんとなくね。そうですか、はあ、今日紹介する商品はスムージー、さあ飲んでみて。天然フルーツなどの栄養素で体の中からきれいにする、これがスムージーの考え方よ。ヘルシービューティードリンクスムージー、西海岸で大流行。バージョンアップファミリーマート。小風格ミュージックフェア、星降る夜にふさわしい魅惑のステージ、12月1日森口博子、2日小柳ルミ子、
日課堀内孝雄、ホテルアンビア小風閣がお届けいたします。肌が潤んでつるんとしてくる、肌の透明度が変わる、クラウディア、クラウディアの秋冬ファンデーション、新タイプリキッド誕生。肌の透明度が変わる。おいおい、彼女のこと好きなんだろう。アタックしちゃえよ。さあ、愛情仕上げのクリーニング、ホワイトキュービン。このうまさ、98浜松大中国店、4000年の文化と生活を一堂に。これは絶対見逃せない大中国店、1日より浜松市総合産業展示館にて開催。あっと驚く第一テレビ、歴史の闇に消えた伝説の秘宝探し、9月28日夜9時。仕事をしたもんですね。あっと驚く第一テレビ、あの人は今第10弾世界中に非常戦、表舞台から忽然と姿を消した、あの人物を大捜索、あの人は今、9月29日火曜夜9時。11代目團十郎続けます。昭和37年4月、11代目市川團十郎が襲名する。ともご神一お引き立てのほどを、隅から隅まで随時を。九代目團十郎がこの世を去ってから実に59年ぶりの團十郎の復活だった。マスコミは新團十郎を取り囲む。この時関係者が驚くことがあった。今まで寡黙だった彼がまるで人が変わったように饒舌に話し始めたからである。團十郎を襲名して、まあ、俺もそろそろ喋っていいんじゃないかというような話をしてましたから、何かについても結構積極的な発言をするようになったのではないかなと思います。やがて彼の團十郎としての積極的な発言は歌舞伎界に波紋を呼ぶようになる。それは役者への演技のクレーム、向上の順番にまで及んだからである。周囲からは團十郎になっての思い上がりだ、そんな陰口さえ聞かれるようになる。誰それの襲名披露の時には、この場所じゃ團十郎ずっとして具合悪いからして、この並ぶ順序にイチャモンつけるとか、ある演目が出るとそれは團十郎としてやれる役じゃないとか、彼がこの團十郎ぶりを方々で発揮するために共演者もこと書くようになってきた。自らの信念にこだわるがゆえに共演者にも事欠くようになった11代目。その姿は孤高のうちに死んでいった元祖團十郎の姿にも似ていた。そんな事態を憂慮した中央公論が異例の特集を組む。題名は團十郎問題と歌舞伎の危機。最高位の俳優らしくないとの團十郎への批判に、彼は自分の立場について自らこんな弁明を行っている。私は何も野心を持って市川家に入り込んだわけではなく、たまたまその立場に置かれたわけで、立場に置かれた以上私に市川家の秩序を守る責任があるのです。養子だっていうことが一つあったと思うんですよ。実子でなくて養子として團十郎を継ぐべきになったと。そしたらますます代々の團十郎ってものの持ってる意味合い、これ同時にあの人の中ではこれが歌舞伎そのものの意味合いだとあの人はぴったり一致して考えてたでしょうけどね、これを汚すことにあっては相申し訳ない、自分を大きく見せるとか自分の名声のためよりも團十郎ってものがこういうもんでなきゃいけないってことを彼は見せなきゃいけなくなった。つまり彼は團十郎っていう役柄を人生で演じなきゃならなくなったんだと。8代目市川團十郎、その頃彼は自らこの意味深長な新作歌舞伎を企画上演している。彼はその8代目を通し何を描こうとしたのだろう。代々の團十郎の中でただ一人自らの命を絶った8代目、
父の借金のため恩ある江戸の座元に背き、義理と人情の板挟みに悩む八代目。その八代目には熱狂的な女性ファンが追いかぶさってくる。戦後エビ様ブームを巻き起こした彼は劇中の八代目と自分を明らかにダブらせ、当時自らが置かれたその苦悩を舞台の中で訴えていたのである。脚本を依頼された郷田徳もまたそれを意識して書いたと記している。その頃團十郎という人への劇界からの風当たりはいよいよもって激しかった。八代目の悲劇を追求すると11代目の姿勢に対する周囲の反発や攻撃と等しい辞典を見出す。自らの團十郎へのこだわり、そこから生まれる軋轢と誤解、その狭間で苦しむ孤高の男に人知れず死の影が忍び寄る。もう最後の頃かな、幹事長弁慶された時に僕が四天王出てたんですけど、その時詰め寄りって言いまして、こうやって四天王が後ろからこう弁慶の後ろにこう形をして詰め寄る場面でふっと触れたんですね、おじの体に。ふわっと柔らかかった。本当に全然体がないみたいに、肉体がないみたいにふわっと柔らかかったんですよ。でゾッとしたことありました。おそらくそれは魂っていうかな、おじの魂だけが弁慶を演じてたんでしょうね。昭和40年5月歌舞伎座で行われた六代目菊五郎17回忌追善興行。この興行で安名を踊ることになっていた11代目は初日から8日間続けて休演している。工場の席次に不満があったための休演と噂され、いつもの前時代的なわがままと再び11代目は評判を落とすのだった。だがその休演は体の異変によるものだった。11代目は胃の痛みに耐えかね、東大病院で精密検査を受けていたのである。本人には知らされなかったが、診断の結果は胃がん、しかもかなり進行したものだった。それから間もない昭和40年7月、11代目は病を押して素踊り助六を踊った。助六は代々の團十郎の芸であり、しかもエビ様ブームを作り彼をこれまでにしたのもまた助六だった。だがこれが11代目が人前で見せた最後の踊りだった。昭和40年11月10日、日本の戦後の象徴とも言われるエビ様ブームを作り、歌舞伎界の大看板11代目市川團十郎を襲名した堀越春雄は永遠の眠りについた。彼の死に立ち会った作家の千谷道夫はこう書く。半年ぶりに見る顔はこの人とは見えぬほどに層が変わり、大きな眼窩は削り落としたように深く落ち込んで、この人の病気の凄まじさを物語っていた。こうして昭和の名優を歌われた11代目市川團十郎はその最後の花道を静かに後にするのだった。生来不器用と言われながら必死に團十郎を演じた一人の男。自分にも他人にもあまりにも誠実に生きようとした一人の男。そしてそれゆえ誤解され続けた一人の男。その男が團十郎と呼ばれたのは56年の生涯のうちわずか3年7ヶ月に過ぎない。そうなんですよね。だからご苦労多かったから團十郎としては3年7ヶ月だったんだそうですよ。短かった。でもこの11代についてはこうやってご覧いただいて、森さんとしてはどういう今印象を持ちますか。今あの拝見した最後の素踊りの貴重なお写真が拝見できて、もう本当に
じんといたしましたですね。でもやっぱりスケールの大きな大きな、なんかこの市川家は悲運な方が多い中で、私はこの方は決して不幸せではなかったと思いたいです。ああそうです、はい、筒井さんはこの11代についてどういう評価をされますか。やっぱり11代続いたってことは大変な重圧ですよね、はあ、個人で、数百年でしょ、だお店が続いたとか、なんかの組織っていうならありうるけども、一人の個人でもってですね、その重圧っていうのは分かりますよね。そうですね、周りはどうですか。ちょっと日本人的で分かりにくい話も随分あったと思いますが。そうです、最後の素踊りのやはり助六の時の顔が一番ハンサムな顔ですね、見てる中で。そう、なんかあれ不思議な魅力がありますね。ありますね。もうご病気でいらっしゃるのに、でもなんかシュッとした、もうお写真こびりついてますね。それがやっぱり分かるんだね、アメリカ人的に、ね、そうなんだ。さあ東山君はどうでしたか。初代からこうの方々がやっぱり作り上げてきた芸とかそういうものがやっぱ財産みたいなのがものすごくいっぱいあるから、僕はすごく羨ましいなっていう部分も感じますよ、羨ましい面と。でも皆さんおっしゃってるようにね、それ肩に乗せられた時に大変だなっていうのもあるでしょうね、藤田さんは、この團十郎さん、十一代でも結構でございますが、どういうふうに位置づけられるんですか。よくホップステップジャンプって言いますけども、昭和21年の助六がホップ、26年の源氏物語の光の君、これでもってステップ、で11代目團十郎を襲名するということでジャンプをしたんですね。はあ、それから後が実は見たかったんですよね。ああそうですね、ありがとうございました。さあそれでは次回のスペシャルでございましたが、こちらをご覧いただいてお別れしたいと思います。今12代目團十郎さんは亡き父11代目が残してくれた言葉をいつも思い浮かべながら、長男新之助君に代々伝わる家の芸を引き継ごうとしているところだそうです。父が亡くなる時に自分でもう覚悟を決めたんでしょうね、ものを書こうとしたわけです。それがもうぐじゃぐじゃで、よく読み取れない、ただ一つだけ、家のことというのだけが読み取れたと。まあ、その家のことということが、私にとっては團十郎を継いでる一つの大きな意味じゃないかなと思ってます。市川という元祖以来代々続く團十郎という名跡、その名跡はまるで命を持っているかのように数奇な運命を織りなしながら江戸から平成へと受け継がれています。しかしながら考えてみますと、どんな家にも親から子へ、子から孫へと受け継がれてきたものがあるのではないでしょうか。親から自分は何を伝えてもらい、自分は子供に何を伝えるのか。家のこと、11世市川團十郎。